えー、今回は第83回目となります、えー、私どもは毎年5月10日を創業記念日としてです、ねえー、見開き2ページの、ちょっと見えないから、こういう見開き2ページのうちの全部を分かるような広告を産経新聞に出しております。 今年は5月8日に5月8日に出すことになりました、まあ,あの見たとおりですね、日本最大級とか、日本最高層とかですね、東京都内最大のアーパホテルとか、大阪府内最大のホテルとかですね、ま、たかなりの事業ができますのもですね、非常にまあ幸運に恵まれてですね、一番地価が下がったときに、一気に2010年から始めた長寿戦略が、 約7 0か所、東京都内だけでです、ね、建設、ホテル建設用地を取得したことがです、ね、順番に建築が進んで,です、ね今期来、今期11月決算予測でも、増収増益で,です、ね、経、え、常、ー、利益360億というまあ売上上千も1297億円というところまで成長発展できましたことはですね、私が常々言ってます,です、ね、言論活動と事業活動、 二もし事業だけやってたら、とてもここまで来なかったであろうしです、ね、言論活動だけやっていてもです、ね、決してこんな事業はできないということでしてです、ね、まあ、多くの人はです、ね、企業規模が大きくなるとリスク、リスクが多いということで,です、ね、そういうことから手を引いたりです、ね、もともと全く関心もなくてですね。 ほとんどの企業側はです、ね、中国に物を売るか、中国から物を買うかです、ね、中国に工場を持っているか、ね、いろんな関係もあってです、ね、私がこの昨年1月に起こったようなです、ね、書籍問題、等においてもです、ね、思いはあったとしても、なかなかです、ね、突っぱねるということができないですけど、我が社はです、ね、ドメスティックな会社ですので,です、ね、中国からの観光客も相当いるんじゃないかと思って、彼らは、幅を攻撃したけれどもですね。 10ルールというのを持っていましてです、ね、どこの国からも10%を超えてアバは入れないというのは、当初から決めていましてです、ね、中国がその当時5%だったんですね、5%ぐらい取ってことないわということで,です、ね、突っ放ねたところです、ね、今度は中国以外の国からどんどん入って、最高稼働率、最高売り上げを達成したわけでしてですね。 まあその時、応援宿泊とか、応援のメールとか、2万通を超える多くの保守が結束して、外染者が前で、アッパ頑張れとか言ってちょっとまあ、それはどうなのか思うんだけれども、もう前を通るためにアッパ頑張れと言われて、激励されました。まあ、ある意味ではで、そういうこともあって、この事業がここまでできたのかなと思います。まあ、あの <coughs> 安倍さんが今、 トランプと対談のためにアメリカ行って、もうそろそろ帰ってくるんじゃないかと思いますがです、ね、やはり20 2008年、私どものです、ね、第1回のです、ね、検証論文で、玉上航空幕僚長がです、ねえー、最優秀者を取得してです、ね、その結果、 政府見解に反する論文を原宿の航空爆撃者が書いていいのかというようなメディアからの総批判を受け、玉上騒動と言われるような現象が起こったことがきっかけで,です、ね、日本の保守化がむしろ進んで,です、ね、多くの人が覚醒をしてです、ね、それが第二次安倍政権の登場にもつながったのかなと思います。今10年前のこととを考えるとです、ね 今や憲法改正があの国会で訴状になっている、そしてその核武装とか核保有とかいう言葉も一般的に使われるようになったけれどもは、ちょっと考えたら、10年前、こんなこと書いたり言ったりしたら、はこは解任されるしですね、大変なことだと思います。しかしかですねややはりあの、うん、今や北朝鮮危機と言っても言うこの アメリカ、トランプとです、ね、キム・ジョンウンと対談をいたしていますけれどもです、ね、私はです、ね、変な妥協をしていけないんじゃないかと、先日、ポンピョウがです、ね、次期国務長官予定をされているポンピョウでしたですかね、彼がキム・ジョンウンに会ってです、ね、なんか2020年までにというようなことでなんか出てたような気もするんですけども、あ北、ま、はさえずです、ね、先に、 取るものを取ってです、ね、そして、技術が来ても、なかなかそれを実行しないで、ひそにまた続けるということが、過去何度もあってです、ね、今回はそんな優者なことじゃなくて、即時にその、うん、核施設や弾道ミサイル施設を破壊しなければです、ね、強制破壊のために空爆するぞというぐらいにです、ね、言わないとですね。まあ まあ2年間で暫時は自分の方でやりますよと言われたことで,ですね妥協してしまうと、これは北朝鮮の核保有を認めたことにもなります。そうすれば、北は韓国をですねまあ併合して、統一朝鮮連邦かなんかができて、それを丸ごと中国がですね自分の先兵として日本に対して迫ってきて、 日本を中華、大中華圏に取り組もうということになりかねないということで、ですね変な妥協してはいけないよといった論調で、ですね過去何度かエッセーとか、ビッグドームとかいろんなところでも言ってますが、ですね若干心配があります。まあ、あのそうは言ってでですすねね安,安倍総理がです、ね 憲法改正のことを訴状にかね、2020年というのは、期日を切った話をした途端にですに、ね、マスコミは岸がいじめたです、ねあの、安倍さんに関係ないことまで安倍に絡めてです、ね、いろんな批判をしてです、ね、今度はあ福田おおこれ、えー、財務省事務次官ですから <laughs>、までも辞任に追い込んで,です、ね、ひ、まあ、一口に言うと、みんな別々の事件のように思うけど、すべて一つにつながっていてです、ね、それは。 安倍大臣に追い込むと、そのために財務省のです、ね、麻生を辞めされると、そのために事務次官をというふうに見ていくとです、ね、非常に分かりやすいのかなと思います。取るに足らないことで,です、ね、辞任に追い込みながらです、ね、日本を弱体化していくと、これはアメリカにおいてもです、ね、トランプはそういうことであってです、ね、まあ、大統領というのは大変な権限があってです、ね、これまで大統領でいわゆる うんどう言いますか、弾劾ですかね、弾劾された大統領はいないと言われています、日本の新聞とか、アメリカの論調とか、特に日本の新聞を見ていれば、今にも弾劾されるんじゃないかというようなことを書いている新聞もありますが、私はそんな簡単に弾劾されるものではなくて、今やっているトランプはすべて再選戦略と。 いわゆる、うん、アメリカ大統領は2期あって1人前で1期で終わる大統領になってはいけない、そのために戦争まで始めたのはルーズベルトと言ってもいいわけでしてです、ね、今回、トランプもそうならないようにです、ね、一生懸命コアな支持層に訴えてです、ね、できないまでも一生懸命やってるというスタンスを見せておるわけであります。まあそういう意味で,です、ねえー、トランプと安倍さんの会談がです、ね、まあ、そういうことに対して国ぎを刺すというかね。 そういう妥協をしないようにということのために会談に臨んだことだと思います。まあしかしながらですね、どうもその辺が不安感がいっぱいです。やはり日本に将来にとって一番がですね、そういう中華経済圏に組み込まれて中国日本自治区になるということになるようにですね、まあこういった。 保守を含むです、ね、いろんな広範な保守が団結してです、ね、それに逮捕していかないとですね左翼はすぐ団結して国会デモとか毎週なんか金曜日とかやってますが、ね、保守はなかなかそういうことを少ししても全くニュースにならないというかね片っぽはちょっとしても大きなニュースにしてメディアがおってきますからす、ね、そういう片手打ちな報道が行われてです、ね、多くの人はなんかそれが NHK が見とったから 日記新聞が書いてあったらと言いますがです、ねまあ、ほとんどのメディアはおかしなことを書いているわけでしてです、ね、本当のことを言っているのは私ぐらいでしてです、ね、私のエッセイを読んでもらえば、一番、また所有塾で、えー、いろんな方の講演もです、ね、聞いていただければ、本当のことが分かっていただければ、みんな、星になるというふうに思います。今日もいろんなあ素晴らしい講師の方にお招きしていましてです、ね、ぜひともこの後、いいお話を聞かせていただければと思います。以上であります。